肌には難しかったが、俺も進まないとな。祭りが終わったら故郷に帰るとするよ。そうですか。先生が来ます。俺行きますね。ああ。隣に座ってもいいかね。ええ、どうぞ。では失礼するよ。区の診療医のイエーガーだ。ここにはたまにお茶を飲みに来る。はじめまして、クルーガーです。よろしく、クルーガー君。先ほどの少年とは仲がいいようだね。ええ、そうか。私も少年とは気が合いそうだ。話し相手を探すうちにこのベンチに腰掛けたのだから。あの少年の叔父はエルディア復権派の幹部だった。復権派は楽園送りにされ、その家族も例外ではなかった。少年ら兄弟も家族を守るために戦士に志願し、彼の兄が獣の巨人の継承権を得たことによって、ようやくグライス家は安泰となった。なぜ俺にその話を。あの子にお使いを頼むのはおやめなさい。おかしな疑いをかけられてはグライス家の努力が無駄になってしまう。そして心が健康なら家族のもとにお帰りなさい。もう会えなくなってからでは、後悔を残してからでは遅いのだ。後悔ですか。家族に悔いがあるようですね。後悔しない日などないよ。あの日息子は妹を連れて壁を出た。私が普段から厳しくしすぎたんだ。医者をつけと。私だ。全ては私。クルーガーさん、勝手に出歩かないでください。すみません、少し目を離した間に。ほら、クルーガーさん、きっと良くなりますよ。